皆さんこんにちは。さくら桃文館の時間です。今日も馬淵大使をお迎えしましてですね、現在の世界、そして日本、こういったものについて、のお話を聞きたいと思います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この放送はですね、皆さん火曜日17時の収録でございまして、まあ、22日か今日 ね、22日の火曜日の時点の状態です。この時点では、まあ、一般の報道では、ロシアが親ロ地域といわれる、まあ、ロシア人が多数住んでる、そういう場所の、2つの独立を認めるというような形で、まあ、発表しました。そして、平和維持軍という形でロシア人軍が、まあ、進駐するんじゃないかと言われています。プーチン大統領はそういう形で発表しております。まあ、これに対して今の時点ですけども、バイデン大統領の方は、これは非難していることはもちろんですけども、これは侵攻ではないから、経済制裁はやるから経済制裁はやるけれども、本格的な侵攻ではないと、まあ、実になんか中途半端ですね。別に強硬にやる必要はないんですけど、ただこういうような状態ですね、いうこともありますので、その今の現時点の情勢を踏まえた上での、大使とのお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうですか、まずちょっとこれ実はタイムリーなんですけど、狙ったようなんですけども本当に、大使の新しい本が出ました。ちょっとこれ、はい、日本を阻む新共産主義、虫歯ですね、はい、新共産主義、はい、これは虫歯ですね、失礼しました、虫歯、新共産主義ということで、これは大使からお話しいただいたみたいですけども要するに我々は、はい、今ね、共産主義という言葉は直接は使わなくても、はい、要するにグローバリズムであるとか、はい、まあ、そのポリティカルコレクトですよね、はい、 そうですね、その言葉に惑わされてですね、はい、日本も含めて、うん、っていうか、まあ、アメリカとかヨーロッパはもうとっくに左傾化しちゃったんですが、で今日本が左傾化しているということですね、はい、でしかも、もっと言えば自民党がその、うん、率先してですね、そういうその、はい、ポリコレに従った政策を取っていると、でそれはもう、LGBT 法を考えているとかね、うん、はい、それから選択的夫婦別姓もそうですし、子ども庁がそうなんです。私は心配してますけど、はい、ああいうことをやるとね、まさに子どもの権利、子どもは権利を持ってるっつってね、親に従わなくてもいいっていう、そういうことになる危険があって、はい、要するにこの3つだけにではないんですかね、うん、要するに家庭を崩壊させると。でこれが家族家庭っていうのをね、崩壊です。これはね、ロシア革命以来のね、うん、共産主義者のやり方なんですね、はい、そうですね、だからそういうのがね、日本をじわじわむしばんでると、はい、でそれをどう、ね、見抜けばいいのかと、うん、それは私たちが大和心と言っても何と言ってもいいんですが、うん、日本という軸を持てばね、うん、その軸を持って、いわゆるポリティカルコレクトスの意味を考えれば、うん、それを見破ることができると、うんうん、いう本なんですか。そうですね、はい、まあ、だからそういう意味では、まあ、グローバリズムとは何かとか、はい、まあ、一貫してずっとね、はい、大使が話されてきたそういう流れの中の、まあ、一種の、それとね、やっぱり非常に注目できるのは元々の言いながらの空心ってね、はいはいはい、これはどういうものかっていうことと大和心との違い、はい、それともう一つはこの中にもありますが、皇室の問題とかね、はい、やっぱりもう一つ言うとちょっと間違えました、皇室の問題なんですけど、私が言うと皇統の問題っていうね、はいはい、家の問題だけじゃないですからね、天皇の存在というのは、そういうことを含めてですね、新しい本が、まあ、出版されました。この本ですね、はい、これは徳間書店ですね、徳間書店書店から、本体額1400円プラス税ということで、まあ、これ出たばかりなんで、ぜひ皆さん、お読みいただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、これもちょっとこう関係してくると思いますけど、はいはい、現在の様子もちょっとね、冒頭に今ロシアの話もあれなんですけども、どうも、まあ、大使も私もね、最近親ロ派だと言われてるらしくてね、
あの一応、まあ、少なくとも大使にはお話があります。私は新郎でも新米でもありません。新日派でございまして、それはおそらく大使もそうだと思いますけど。同じことですね。新日派で日本の国益から考えてね、国益から考えて、はい、ロシアならロシアとどういう関係を持てばいいのかと、はい、あるいはアメリカですね、うん。アメリカとどういう関係を持てばいいのかということをずっとあの議論してきたんだと思うんですね。はいはい、で、水沢社長が新郎派と言われているっていうのは、私もあのなんて言いますか、びっくりしたんですけども、びっくりしたっていうか、あの私はもっと前からロシアの回し者だとまで言われてた、はい、いやだからその影響を受けてねただ現実を見ればね、そういうことなんですよね。結局ね、はい、その現実が見られないっていうのはね、この本にも関係してるんですが、はい、日本という軸がねないから、どうしても、はい、特にアメリカの報道ですね、アメリカっていうのはディープステートの報道ですが、はい、それに栄光のなんていうか惑わされているということですね。はい、だから今回のそのいわゆるウクライナ危機も、はい、要するにアメリカが、つまりバイデン大統領以下ね、うん、アメリカの政権とアメリカのメディアと、うん、まあアメリカの知識人もそうなんですかね、うん、がロシアが侵攻する侵攻するって、うん、ずっと言い続けてるわけですね。うんうん、であのだそれに日本のメディアも政府も踊って、うん、ロシアはけしからんね、うん、ロシアが侵攻したら経済制裁すると、うん、で普通ね、私の外交経験から言えば、うん、そういうアプローチの仕方ってないんですよね。本当にそういう本当に、うん、あのロシアがね侵攻を考えてるんだったら、うん、まず 裏でね、あの静かに交渉をやると、うん、いうことなんです、うん、ですからヨーロッパはね、うん、非常に困ったもんだと。基本的にね、はい、安全保障がかかるのはヨーロッパであって、うん、アメリカじゃないんですよね。アメリカは無責任も、うん、このなんて煽ってるだけなんで、うん、であのマクロン以下ね、ショルツもそうですけど、うん、乗り出してね、うん、でゼレンスキーはね、うん、アメリカとヨーロッパの間に入って、うん、今非常に苦悩してると。そうでしょうね。でね、もう一つの問題はね、あともまた触れますけど、はい、ゼレンスキーはね当事者能力ないんです、うん、でここが問題なんですね、うん、ということはあの今日のニュースでね、私もそういうことかなと思ったんですが、うん、要するにその東部ウクライナですね、うん、ルガンスク州の一部とドネツク州の一部の親ロ、うん、派勢力が独立を宣言してね、はいはいはい、独立は前から宣言してたんですが、うん、プーチン大統領がロシアがそれを国家承認したと、うん、それで平和維持軍かなんかを、うん、場合によっては起こるという状況ですね、今の客観的な状況、ね、はい、ですね。でこれを見て、ね、みんなでロシアはけしから、日本政府も国際法違反だと言ってるんですけどね、うんうん、まず最初にね、うん、この東部ウクライナにおけるミンスク合意ってのがあって、うん、そうなんですよね、はい、ミンスク合意に違反してるのはウクライナなん、うん、でそのミンスク合意は簡単に呼べばね、うん、あの言えばその東、ウクライナをに連邦制を引くと、うん、つまりかなり違いますからね、うん、ウクライ元々のウクライナも、ね、ロシアも喋ってみんなロシアのロシア、ね、そうなん、はい、ですから、まあ、要するに自治共和国みたいなもんですよね、うん、そういう連邦制にすると、うん、でそれがミンスク合意のポイントなんですよ、うん、はい、でそれはねもうウクライナも当時のポロシェンコ大統領も同意してるわけですよ、うん、後からね、うん、いやまたちゃぶ台返しをやってるだけでね、うん、同意してるんだ。でそれを、まあ、後見人がね、まあ、プーチンとポロシェンコが同意して、その後見人が当時のドイツのメルケルと、うん、それからフランスのオランド大統領でね、うん、で、でだからドイツとフランスはねやっぱりミンスク合意というものをの3倍役なんですね、うん、だからヨーロッパはねあのミンスク合意でやっと落ち着いたと思ってたんですが、ところがあのウクライナが守らないで、あの最近ではウクライナのいわゆる一応政府軍とね、それからもう一つ私兵部隊がいるんですね。でこれはネオナチ部隊なんですが、こういうあのもう非正規部隊がね、そのドネツクとルガンスクの結局親ロ派地帯を攻撃してるんです。これは明らかにね、ミンスク合意違反なんですね、うん、だからそれに対して結局もう追い詰められて結局難民になってね、うん、避難民になって一部ロシアに逃げてるわけですけども、はい、そういう状況だったんですね。だからね
この前半部分を誰も、うん、日本のメディア、アメリカのメディアも日本のメディアも報道しないんですよ、うん、そこなんですよね、いや今日私この収録の前、ギリギリまでちょっとテレビでね、その様子見てたんですけど、やっぱり、ね、平気でね、ミンスク合意、つまりロシアがミンスク合意を違反してると、もうこれは繰り返し言ってるんですよ、でもそのじゃあ本当にミンスク合意っていうのはじゃあ何かとかいうのも説明しないし、説明しないですね、本当に今回初めてじゃあミンスク合意がね、ロシアの独立を認めるということでなったのかってね、全然違うわけですよね、今お話しいただいたように。だからミンスク合意っていうのをもう一回ちゃんと皆さん今お話になったようにね、そういう連邦制とかそういうことも含めて合意されたものであって、それに違反したのは一体誰なのかということをちゃんと見なきゃいけないということですね。はい、で先ほどもちょっと触れましたけどね、結局ねウクライナ中央政府はねコントロールできてないんですね、そういう統制、統制が取れる統治能力が欠けてるんですね。つまりね要するに現地のウクライナ軍ですね、東部ウクライナに、東部ウクライナに派遣されている、それから先ほど申し上げました私兵集団、でこれはねもともとナチ、ネオナチと言われる集団でね、アゾフと言われてたんですが、それを持っているのはね今は辞めましたけど、元ドネツ、ドニプロペトロフスク州の州知事までやったね、クロモイスキーっていうね、ウクライナの大金持ちなんですよね、ナンバー3ぐらいの、で彼はね三重国籍者で、イスラエルと、ウクライナとイスラエルとキプロスぐらいの、そうですか、だから要するにウクライナ版オルガルヒですよね、で彼がそのアゾフという私兵集団を持ってるんです、武力集団、過激派集団、でその連中が攻撃してるわけですよ、つまり進路地域というと、ね、進路地、進路派をね、もともとのその2014年の、ウクライナ危機そのものがね、ロシアをこのウクライナから追い出すというか、そう、そういうね、危機っていうか、危機っていうのもおかしいんですが、そのために作られたウクライナ問題だったんです ね、 そうですよね。だからその標的はプーチン大統領だったんですよ、プーチン大統領に何とかウクライナに介入させて、そしてプーチン大統領をね世界の悪者にして、一挙にロシアを潰す、ロシアっていうかプーチンを失脚させると、そうですね、その筋書きがね、ずっと2014年以来ずっと一貫してる、そうなんですね、特に我々今ウクライナ危機と言った時の、オバマ大統領のね、特に目立った、我々記憶に新しいのは、だからオバマとバイデン一貫してね、それをやってるってことですね、その背景に誰がいるかっていうのは、分かるんだけども、もうネオコンですよね、そのね今言ったように、もう一つ言うと、大使からも前にいろいろご説明いただいたいわゆる天然ガスとかエネルギーですよね、で唯一世界の中で石油メジャーというかそういう人たちの影響下に完全に置かれてないのはロシアのエネルギーですよね、石油とか天然ガス、でそれは一回は取ったと思ったのがプーチンに取られたんだよね、それでもう一つこれを潰せばプーチンも潰れるっていう、だから その辺の経済的なことも踏まえてね、仕掛けてるってことですよね、そういうことですね、ですからロシアにね、それは経済的なね、その利権と、反プーチンとは、同じコインの表裏で、プーチン大統領はね今おっしゃったように、ナショナリストで、ロシアのそういう資源、天然資源はロシア人が支配すべきだと考える、でこれがそのいわゆる欧米メジャーはね、そうですね外資はこれはとても飲めないと、そうです、自分たちに自由にやらせろということですね、でロシアの中にもねそういうオルガルヒと呼ばれる連中は、むしろグローバリストで、欧米と組んでロシアの富を支配しようとして、で有名なホドロコフスキ事件っていうのがね、2003年にあったんですが ね、彼はプーチンにとって変わろうとしたんですよね、政治的にもね、だからその背後にいたのがね、ロンドンのジェイコブ・ロスチャイルドと、なんとキッシンジャーなんですよね、でこれは公開情報なんです、陰謀論でもなんでもない、公開情報なんです、だからそれがその人たちがプーチンをなんとかね、打倒しようと思って、ずっと遡るは2003年に遡るんですが、ずっとこの反プーチン運動を続けていると、で
それで私はね、ウクライナに行って、ウクライナの人っていうのはね、そんな暴力的な人じゃないんですよ、うんうん、非常に素朴でね、うん、親しみやすい国民、そうなんだからね、ウクライナ乗っ取られたんですよ、はい、乗っ取られちゃった、はい、誰に乗っ取られたかというと分かりますね、うん、ネオコンの息のかかった、うん、はっきり申し上げますが、うん、反プーチン勢力です、うん、国際的な、うん、そういうね、先ほどの外資に出てきたような人の勢力に、うん、今ウクライナは乗っ取られてるんですね、うん、だから今のウクライナ政府が、ね、2014年以降やってるっていうのは、うん、一重に反ロシア政策ばっかりやってるんですね、うん、ロシア人を虐殺してるんですよ、うん、本当に、うん、ウクライナの中でね、はい、だからそういう政権に対してね、プーチンが絶えず警戒するのは当たり前のことですよね、うん、いや本当にその通りでね、まあ、私はちょっとまだこの、まあ、この今回のバイデン政権になって、はいはい、またウクライナ問題が 再燃したとき、これはもうかつての大東亜戦争の日本と同じようにね、うん、石油とかエネルギーの元を全部断って、うん、戦争に持ち込もうとさせてると、はいはい、だからどっちかというとプーチンは戦争をやりたいんじゃなくて、やらされるように今どん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 向けられてる、はい、まあ、当時の認識はね、そういう形で皆さんに解説したんだけど、うん、そんな間違ってはいないっていうね感じがね、私してるんですよ。はい、その繰り返しですよね。はい、まあ遡れば、うん、要するに例えばヒトラーがね、はい、世界制覇を狙ってるとかって言ってね、うん、ヒトラーを倒せっていうことで、うん、アメリカとイギリス、まあ、フランスもいましたけど、はい、組んで、とにかくヒトラーを挑発したわけですね。はい、でポーランドに最終的には侵攻させてね。でその侵攻のね、直接の原因になったのは、うん、ポーランドの西側って旧ドイツ領ですからね、はい、ドイツ人がたくさん住んでるんですよ、うん、そこでそのポーランド政府側がね、うん、ドイツ人の虐殺をやったんですね、うんうん、だから結局ヒトラーも追い詰められて侵攻せざるを得なかったと、うんうん、同じことが行われて、まずそういうふうに挑発してね、うん、だって今だったら東ウクライナで、うん、ロシア人を虐殺するという、ね、そうするとね、プーチンだって黙ってられないわけですよ、うん、国内からの付き合いもありますしね、うん、だからやっぱり皆さんね、今聞いてお分かりになるように、一方的に何かプーチンが侵略の意図を持ってねウクライナに入ってって、ね、うん、一番分かりやすいところは本当に得するのは誰なのかってね、そうあんまりプーチンはね、例えばウクライナのあれ占領したとしてもね、そんな得にはならない、そんな得にならないどころか、もうものすごく保存でこんなバカなことはないんで、ないです、やる気はもう本当ないわけですよね。そうなんです、やっぱりパイプラインでね、ドイツなんかとは天然ガスの、ね、ものすごくつながってるし、正直言うとドイツ政権とフランス政権はね、嫌がってると思いますよ、これ。おっしゃる通りで、しかもね、ウクライナもね、はい、本当は嫌がってるんですよ。だってウクライナを通ってね、パイプラインがロシアから通って EU に行ってるわけですよ、ね、そしたらそこが戦場になったらね、万が一、あるいはそのパイプラインをね、ウクライナ経由のパイプラインを止められたら、ウクライナも干上がってしまうんですよ。そうなんですね、だからウクライナはね、それはロシアとの関係はね、歴史的に複雑なものがあるけど、私が知る限りね、経験した限りはね、ロシア人を追い出せと言ってるウクライナは誰もいなかった、共存してたわけですね、でそこにね、やっぱり分裂させようとしたのが2014年のウクライナ危機で、背後にいたのがジョージ・ソロスなんです。で今もジョージ・ソロスですよね、全く、そうですね、変わらないですよこれね、それからネオコンのね、実際国務省で2014年に指揮を取ったのがビクトリア・ヌーランドで、今国務次官になってるわけでしょ。そうなんですよ、でそういうふうに一つ一つ詰めていきますとね、今のウクライナ危機の背景が明確になるんです、うん、そうなんですね、なかなかこうね、皆さん新聞やってるけど情報の洪水だからね、こういうことでロシア悪玉論っていうね、パターンになってますけども、本当にそこのところを冷静に見なきゃいけない。全部が全部みんなどちらも、ね、悪いといいとかいうわけじゃないんです、これ。だけどその国はその国の国益に沿ってね、やられるということと、もう一つ思い出してもらいたいのは、もう1960年代ですけど、キューバ危機がありました。あの時ソ連はキューバのところにね、カストロ政権のところにミサイル、核ミサイル基地を置こうとして建設始めた、その時アメリカは何やったかっつうと、俺の中庭に、ね、そんなミサイル基地を置かせるかっつって海上封鎖やったと。で核戦争の危機がというふうに言われました。
でもまあソ連が一応引き返したんで事なかれ事なきを得たんだけども、まあでも目の前のところに私は思うのは、じゃあロシアにとってウクライナね、そういう形であの NATO に入ってアメリカ軍やミサイル基地やいろんなものやったら、モスクワまで中距離どころじゃなくて結構近いですよね。あのそれはね、うん、あのご承知のようにロシアにとっての安全保障官というのは、うん、あの国境がね、国境を隔てて、うん、その隔てあの接している国が無害であるということなんですね。反ロシアではないということが、うん、彼ら その安全保障官であってね。ですよね。まああの厳密な意味で中立までは要求しなくてもね、うん、あのウクライナが反ロシアであっては困るっていうのは、うん、これは当たり前のことですよね。ところが反ロシアにしようとしているのがネオコンだ、アメリカのネオコンだですよね。いやそれはね、あの、まあ、単なる今言ったように軍事的な問題だけじゃなくて、うん、そのパイプラインとか、うん、ロシアの生命線ともいえるね、うん、あのエネルギーのこういうこと輸出入とかそういうことも含めて あそこも断たれたら本当に、いやだから ねヨーロッパはね、うん、あのもう本当に干上がりますからね。そうなんですよ。アメリカがいくらね日本に例えば石油備蓄放出するなんて言ってますけど、うん、そんなところでね、あの EU 諸国を救えないですよ。いや、だから EU は真剣でね、絶対にそんなアメリカの言うし、ん、アメリカのシナリオには乗らないと、うん、ネオコンのシナリオには乗らない、うんうん、いうことだと思います。いやそこを本当に見ていただきたいと思います。あのドイツだって相当な、ね、あの天然ガスを、ね、あのやっていわゆる自然エネルギーとかなんかで原発やめるとか言ってますけど、それに頼ってるんですよね今。だからこれ止められたら本当に大変だし、もっと言えばウクライナがそのエネルギーメジャーや金融資本とかね、こういうアメリカの支配してるそういう人たちの手に落ちれば、いつでも好きなようにパイプライン止めたりやったりするというのは、ヨーロッパも、ね、コントロールされるようになる。だから、まあ、バイデン政権にとってはすごい大きな成果だと思って、ね、やってるんでしょうけども、そういう問題があるから死活問題なんですよ、ロシアにとっても EU にとってもね。そうですよね。まあ、そういうことを含めてあの皆さんこのウクライナ問題見なきゃいけないと思います。それともう一つ言うと、あのよくね、あの、まあ、産経系のなんか多いんだけど中ロって何でも一緒くたにしちゃうっていう ですね、あのこれは本当に分けなきゃいけないんじゃないですか。これもう当然ですよね、はい、だからそれがね、もうあの政府もそうだし、うん、あの自民党のね保守と言われる人もそうだしね、うん、おっしゃったように産経はじめ日本の新聞みんなそうでしょ、はい、中ロでやっちゃうんですよね。中ロでやってね、うん、もうねヒステリックですよね、うん、中ロが組んで、中ロはもうなんか世界のなんて言いますかね極悪だっていうのはね、うん、中国はいいですよ、中国は極悪だと思ってるけどね、うん、外中ロを組ましてね、それで大変だ大変だと煽ってると、うん、こんなバカなね戦略ないんですよね、うん、で日本の逆に追い込むようにね、そっちへ、ね、前へね、うん、そうなんだから前にねここで議論したと思います、うん、日本としては中ロの中を裂くようなことをやればいいんでね、それが日本の国益になるということですよ、うん、そうなんです。日本の国益の視点から考えなきゃいけないと、はい、いうことだと思いますしね。でもう一つね、うん、あの後で、まあ、あのご質問があったの、はい、あるのかもしれませんけども、じゃあなぜバイデンはね、あというかアメリカというか、もっと言えば、うん、あの DS です、あのディープステートです、はいはい、なぜ今こんなことやってるかというと、はい、あのこれは私 の、まあ、あの持論でもないんですが、うん、結局ね今の、なんとか騒ぎ、うん、流行り病の騒ぎが ね、コロナね、結局失敗したんですよね、はい、であれで世界を支配しようと思ったところが、うん、やっぱりピープルがね立ち上がっておかしいと言い始めたんですよね、うんうん、だからご承知のようにもう歩行はやめたでしょ、うんうんうん、でアメリカの州ももう、ま、もうどんどん規制緩和してる、うんうんうん、ね、それであの世界を恐怖に陥れるつもりだったんですけども、うん、やっぱり2年経ってね、うん、うまくいかなかったと、うん、いうことが分かったと。それじゃあこの次に何をやるかというと、うん、私はね彼らの戦略がシフトして、うん、今度はいわゆるウクライナ問題を、うん、まあ、契機として、うん、そういう軍事的な紛争に持っていくということかなと思ってるんです、うんうんうん、でところがね日本はまだあのコロナ騒動でまた3回目がどうだとか、うん、そんな議論ばっかりしてるんですよ、うんうん、でも世界はねもうそれ終わったん、その辺を見通せないもんだから中ロを一緒にしてね、うん、大変だ大変だと騒ぐそういうねマインドしかなければね、うん、これはね日本だけが、うん、もうそれこそあの水野さん前からおっしゃってますけど、うんうん、1週どころじゃない3週ぐらい遅れてると。いや本当にねあの
いやだからおっしゃる通りで今言ったことを含めてね、中ロの問題でいうと例えばカザフスタンなんかはね、中国とロシアぶつかってるんですよね、利益をね、というようなこととか決してだから例えばまあ、この間も言いましたけど中国とロシアの船が日本一周してね、まあ、いわゆるデモンストレーションをやったと巡回パトロールみたいなね、でこういうのだってその国ごとのあれ一致すればくっつくし、くっつかなければ離れるしね、というようなことを本当に冷静に見なきゃいけないと、私がバランスオブパワーっていうかね、の中で考えなきゃいけないと、今オホーツクでロシア船がねいろいろやってるっていうのも北朝鮮がミサイル撃ってるのも割ときちっとしてそういう目で見た上でねやらないと、だから本当乱暴すぎるっていうかね、悪徳いわゆる共産主義、この共産主義っていうのはねちゃんと見てもらいたいんだけども中国ロシア一緒くたにした共産主義者みたいなねそういうふうに見ると本当に大失敗するっていうかね、おっしゃる通りでね、逆に言えばそういうふうに一緒くたに見た方が楽なんですよね、楽ですよね、簡単でね、何でも中ロが結託してやってんだと、それに反対しろと、悪党をちょっとね敵方を敵役作ってそれでやってればそれで一安心みたいなね、そうなんです、ただね、日本の中枢っていうのはちょっとね、そういうあれに陥ってんじゃないかという感じがしてならないですよね。だって今ねオリンピックもありましたけども、東京オリンピックは今中国非難っていうのは全然減っちゃったでしょ、もうロシアばっかりでしょ、ウクライナばっかりでしょ、これバイデン政権の私は意図的なもんだと思いますよ、おっしゃる通りでね、つまりちょうどその時なんですよね、ウクライナでそうそうウクライナ危機が大きくなったのはね、もちろん去年の末からなってるんですが、大きくなったのはその時で、ロシア非難ばっかりやってて、でオリンピックの関連でね、中国によるこのなんて人権侵害とかいろんなものね、がこういうアメリカもヨーロッパも避難しなくなっちゃった、こういう状況ですね。そうなんですよね、だからそういうこうふと見るとそういうことあるっていうね、少し冷静に見なきゃいけないっていうね、いうようなことで、やっぱり今バイデン政権が今目指してるのって、まあ、もちろん中間選挙とか、あってね、そういうちょっと評判上げたいとかね、いろいろもあるんでしょうけども、一貫してますよね、だから、まあ、この間さっき言っていただいたように、オバマの時もそうだったし、その前からもそうだし、いやおっしゃる通りでね、それはね、こういう僕たちは今回のウクライナ危機はね、アメリカが仕組んだ茶番劇だと思ってますけどね、で最終的にはね、まあ、これからね、いよいよ本格的な交渉が始まるんですが、バイデンにしてはね、いや自分アメリカがね、自分がやったからロシアは侵攻しなかった、そういう意味では侵攻しなかった、俺が止めたんだと、俺が世界の平和のためにやった、いくらでも宣伝できるわけですよね、あれはマッチポンプだから自分で煽ったものだから自分で消せると、俺は危ない危ないってね、ずっと言ってましたもんね、確定的だとかね、なんか、それからもう一つはね、結局本当の意味でバイデンっていうか民主党が危なくなってるのはね、アメリカの国内で2つぐらい大きな動きがあって、一つはもうアメリカの上院議員の有志の上院議員がね立ち上がったんですが、今度のコロナ騒ぎの原因をもう一回究明すると、つまり武漢 の研究所から出たということ ね、でそれからファウチがそのどういう協力関係を協力状況にあったのかもやると、いうことですよね。それから、もう一つなんかね、それとの関連で、上院議員は言ってましたけどね、でそういうふうに結局そのコロナ騒ぎの原因究明がアメリカの上院で行われるようになったわけですね。でそれが一つ、それからもう一つはね、いわゆるロシアゲートなんです、かつての、まあ、言いましたね、でそれでね、かつてはなんとかっていう、検察官がやりましたけどね、結局白だったわけですね、黒にはできなかった、で今はね、これダラム、特別検察官が任命されてて、ロシアゲートをまたやり直してるんですね、そうすると、今ね、この間これはね、産経で小森さんが書いてましたけど、他のネットニュースでも流れてますが、結局ね、今、ロシアゲートを仕組んだのはね、ヒラリー陣営だっていうことがね、事実上も明らかになってます、ますよね、だからね、これもね、非常にバイデン の、ポジションを危うくしているっていうか、民主党のポジションを危うくしてるわけですね、ですからね、それもあってだと私は思うんです、とにかくウクライナ、ロシアと言い始めた、
という状況ですね。今だからね、アメリカバイデン政権というか、うん、まあ、DS 政権ですけど、うん、もう足元に火がついてるんです、うん、だから中間選挙までとても持たないですよ、うん、これね。そうですね、だからあの戦争をやりたいのはどっちかっていうとねどちらかはよくわかると思いますよね、うん、もうとにかくね、そういう国内 の、うん、あの乱れっていうか、うん、反あのバイデン政権っていうか、うん、反民主党の対する動きをね、うん、そういう関心を外に向けるっていうことですよ、うん、そうですねまあそういうのがウクライナ情勢の中に背景というかベースにあるっていうことを、ねえええー、皆さんまあお分かりいただきたいと思いますけれども、あのもう一つ言うあれですね、そのさっき言ったあのあんまりこれあのこの映像の中だとねなかなか言いにくいあれなんですけど、ええ、ウイルス系は、ええ、ただ私は結果としてもう今言ってるのは結果としてはもう先進国の 7,8 割がね、ええ、あの注射打ってね、ええ、それで、まあ、そこの時持病は何だとかね全部こうやるじゃないですか、ええということは日本のご老人たちとかそういう人たちの個人情報っていうのは健康情報まで含めて、ええ、あの7,8 割がね全部ネットワーク化できたというね、うん、ものすごい恐ろしいねあのことがあるということは、あの今まあオミクロンですか、こういうことになってるけど、続いて これだけの情報があると人口削減とかね、人口調整とかいうのも本当にこれウイルスとかなんか使ってねやることを考える連中が出てくる、うん、もう考えてると思いますけどね、あの現実にはそういう情報をね壮大な全人類の人体実験みたいなねことになって行われるたっていうのもあながち妄想じゃないと思ってるんですね私は、これだけ情報、ね、持ったよと、だからこれでちょっと一段落っていうかしばらく間を置いてね、また次の手はを考えてるんだと思いますけどね、その間をはウクライナ危機なり武力紛争で持たせるっていうね、あのこういうことを言うと本当世の中はなんかどうしてそんなにひどいのか腹黒いのかということになりますけど、実際そうなんですね。実際そうなんで、だから日本はね、日本は本当に伝統的に腹黒くないんですかね、あのなくていいんですし、これからもあの腹黒くやる、やってはいけないと思うんですが、その代わりやっぱり日本の考え方っていうのをね世界に発信していかなきゃいけないと、そうですね、いうことですよね。だからアメリカというか、ディープステートと一緒になってね、ロシアを非難するんじゃなくて、日本の考え方はこうだということを言えばね、私はねまずヨーロッパがね、あの日本の味方をしてくれると、まあ、あのだと思うんですよ。ヨーロッパ今困ってるんです、いやそうなんですよ、あの本当言うとね、だからこの間あのダボス会議にね、出てあの岸田さんがね、まあなんかだらしのない なんか全然違う、あのダボスの流れで自分が言ってきたことまるで違うことを言い出してるってね、それからあの今の政策そのものももう完全に今我々で言うディープステートのね、あの下僕になり果てたっていうねことがもう明らかになってきてる。でもこの人に期待全然持てないというねいうことがあるんだけど、ちょっと一つの例を挙げると、産経、富士産経系は支持率 65% でも、あの毎日なんとか系は 45% ってね、共同だったかな、ちょうどこれあれですけど、 20% も違うね世論調査ってあるのかいという ね、 そうですね、このぐらいだからいかにメディアがいい加減だね、まあ、どっちが正しいのかこれは言えませんけども、あのそういうことぐらいのことであってね、あのそれとこれだけじゃあロシアに対して非難するなら我々の国の尖閣諸島とか台湾の問題とか言ったら、もっと中国をねガンガン言わなきゃいけないですよね、全然言わないですからね彼らは。そういう意味でのダブルスタンダードというか、なんというか、まあいい加減なねあのことで今あの岸田政権があることも我々は見とかなきゃいけないなと思いますけども、あのまあこれあんまり予想はできませんけども、これからですよね本格的な内部の、あのウクライナ問題は、はい、いやあの先ほどのね、あの戻りますと、結局そのドネツクと、あのルガンスクの、まあ、親ロ派、親ロ派共和国ですか、それを承認したということですけどね、これでやっとね交渉の土台ができたんですね、だからねそれはね プーチン大統領としてもね、それを押し通すという、あの気持ちでは必ずしもなくて、これをテコに
本当の意味でのやり取りをするわけです、うん、今まではあのアメリカが言ってるようにね、進行する進行すると言われただけで、うん、あの交渉の基盤がなかったわけですね。そうですね。で今度はね、じゃあ今度のそのこの国家主義をどうするかと、うん、でそうするとどうしても東、ウクライナの地位をどうするかということになりますからね、やっとその、交渉の土台ができたと、うん、でこれから本格的な交渉が始まるんだと私は思ってるんです。そうですよね。いやでもあの、ね、今大使の話からずっと聞いてると大体落としどころってのはね、水濃いでしょ、また結局立法共和国でね、完全な独立は認めないけど、うん、自治をねかなり認めて結局そこに戻るための、ね、一つの揺さぶりですよ。でそれはあの社長がね、報道で、だと言って、はい、あのイミジ君もおっしゃったように、バイデンがね、これは本格的な侵攻じゃないからね、本格的な経済制裁じゃないと、もう語るに落ちたでしょ。そうですよ、ね、このおじさん何を言ってる、まあ、正直じゃ正直だけど、正直これ外交から見たらバカな話でしょ。そうですよ。だからあのとてもね、バイデンさんは何のこと考えると思えないですね。周りもひどいじゃないかっていうね。いや周りがひどいんですよね。で彼はまあね、事実上とこんなこと言ってるのは失礼ですけどね、当事者能力ないですから ね、バイデンさんも、はい、カマラ・ハリスもね、はい、あの周りの演出に従って動いてるだけ、うん、だから非常に怖いのはこういう形でねやって大山明道してっていうね、あのいうことで結局ミンスク合意に戻るっていうのがね、これはあの連邦共和国にして彼らの自治認めて、変な暴力集団はね、あの、まあ、ネオナチというのか、そういうネオコンのね、こういう 連中の私兵集団は排除するというようなところでやると、みんなヨーロッパも何も、それともう一つはやっぱり NATO にはあの中途半端な大統領も言ってるけど、そんな必ずしも熱望してるわけじゃないんだと、NATO を変えたりに ね、そうなんと、そしてね、NATO もあんなこと言ってますけど、NATO っていうか、あのバイデンが強く言ってるだけかもしれませんがね、NATO はね、NATO っていうかヨーロッパ、あの、NATO のまあヨーロッパ諸国ですね、英米と違いますね、英米と違うはね、ウクライナが NATO のメンバーとんでもない、つまり今回のように見てね、例えばウクライナがね先走られたら困るわけですよ、NATO のとしてはね、結局その共同して行動することになりますからね、そしたらウクライナのが NATO のメンバーとなったとしてね、そのロシアを攻撃したらどうするのかということでしょ、NATO も対応せざるを得ない、そういう、ね、あの信頼できない国っていうのはね、あのウクライナというよりも今のウクライナ政権のことですから、そこは区別してね考えなきゃいけない、その実態見てるでしょうからね。そうそうそう、だからね、あの今のウクライナ政権というのは要するにあのネオコン政権なんですよね、だからそ傀儡でしょ、一種の傀儡みたいな感じで、傀儡、だからね、はい、あの本当の意味でのウクライナ人の政権じゃないんですね、はいはい、まあ、もっと言えば国際なんとか政権なんですね、だからあの、だからあの、そういう、政権がね、あの、NATO に入ったら、ね、困るのはあのアメリカとイギリスを除くだと、あのヨーロッパの NATO 諸国なんですよ。だから、それからね、EU もね、彼らは入れる気はないんです。ないでしょうね、私がいる時もね、もうウクライナの高官が投げてまして、EU ってのはひどい。あれだけね、あの要するにあの、オレンジ革命の後に私行ったんですが、あれだけ林立たといてね、何も援助してくれないって言ってましたよ。いや、そうですよ、あの周りのところ結構集奪するだけでね、今もそうなんですよ、ね、今もなんかほらヘルメット送ったかどうか知りませんけど、の象徴的な軍事援助をやってもね、全然助けてくれない、助けないんですよ、助けない、いや、そういう意味で言うとあのトルコは NATO に入ってますけど、EU には絶対入れないっていうね、EU には入れないですよね、入れなかったっていうね、あの、トルコはやっと気がついたっていうね、そういうあの熱望をずっとして続けて、もう今何が入らないっていうね、いうことになったんですけど、やっぱりそういう、それともう一つはやっぱりロシアの周辺のかつてはいわゆるソ連の時の、まあ、いわゆる衛星国と言われた東欧諸国がほとんど今だと入っちゃってね、入ってます、で様子見てるとそんな幸せじゃないっていうねあのいうことがよく分かってるんですよね。それはありますんだけどね、あのたまたまねトルコに触れられましたんでね、一言言えばね、トルコが NATO にいることによってね、もうヨーロッパ諸国もヒヤヒヤに、あのな思いをしたのはね、もう今から言えば7年も前になりますがね、のトルコ軍機がロシア軍機を撃墜した事件がありましたね、であれはね
結局、まあ考え方によっては、うん、第三次世界大戦並みの、ね、うんうん、大、軍事紛争になってもおかしくなかったんだ、ね、NATO 問われになればね、はい、ところがね、あれはプーチンが自制してね、うんうん、軍事的な反撃しなかったんです、うん、それからねエルドアンもね、うん、なんやかんやと言いながら自制したんです、うんうん、でそれはねなぜそうだったかというと後で分かったんですがね、結局ロシア軍機を撃墜したのは、ね、うん、反エルドアン分子だったんですよ。あ、やっぱり、ね、でそれが翌年のね、クーデター未遂事件の時に、うん、反エルドアン分子として捕まったのが、うん、の一人がその時のパイロットなんです。ああ、なるほどね。だからね、あの時はですね、映像を見ててエルドアンの説明っていうのはね、しどるもどるなんで、うん、で、ね、自分が知らないうちにやられちゃったと、うん、だから今度もね、うん、それと同じ類推すればね、うん、全くそのゼレンスキーなり、うん、イスラエルの政府の知らないうちにね、うん、そういう連中、つまりネオコンの息のかかった連中が現場の砲撃したり、うん、やってる可能性はあるんですよね、うん、いや、そうなんですよね。だから今回のウクライナ政府の対応っていうのは本当にいわゆる主権国家としてのねよりも本当にこう揺れ動くというか揺れ動いてますよ、ガタガタっていうね、だからね、うん、掌握できてないんです。そうでしょうね。そのところは見なきゃいけないんですけど、これでも日本のメディアはでもひどいですね。もうこれは前の心配なぐらいですね、うん、例の頃なんとか騒動が、うん、流行り病騒動が起こって以来、うん、全くアメリカのニュースをそのまま流しているという状況ですね、うんうん、それもだからまあ、この間で言えば大統領選で言えばトランプは全部排除してね、トランプ系の言論というかね、うん、でいわゆるバイデン系のね、うん、民主党系の言論だけをこうね、そうなんです、やるっていうそういう状態ですからね。特にだから先ほどおっしゃった産経がひどかった、産経もというか、うんうん、ひどかったですよね、うん、読みも露骨でしたね、露骨にね、うん、反トランプでしょ、うん、ところが先ほどもちょっと申し上げましたが、今トランプ陣営というか、うん、広い意味でトランプ陣営が、うん、盛り返してて、うん、そのダラムっていう特別検察官がね、実はロシアゲートの、うん、の本丸っていうか、うん、はヒラリーだったと、ヒラリーの方がね、うん、ヒラリー陣営が、うん、密かになってますか、盗聴してたんですね、うん、でホワイトハウスまで盗聴しててね、これは、うん、それが本当だと、これはもう国家反逆罪ですよね、うんうん、だからね、うん、これからね、うん、ヒラリー、当時のヒラリー陣営、うん、ロシア、いわゆるトランプに関わるロシア疑惑っていうかね、うん、ロシアゲートを捏造した連中のね、悪がこれから暴かれていくと、 そうですね、そういう状況にあると思います、アメリカは今。だからアメリカ自体も今、まあ、このね、共産主義、新共産主義、アメリカ自体もそういう意味では、まあ、これだけに限定するってわけにいかないでしょうけど、ただやっぱり我々このアメリカの中にね、新しい共産主義、まあ、グローバリズムと一体化した形でね、ここにも書いてあるね、空心のね、世界のを支配しようとする人たちがアメリカでも分裂を起こしてるっていう、これ極めて危険な状態ですよね、そういう意味では、まあ、バイデン政権の、だからこれから中間選挙になって共和党が大体勝つだろうと言われてますけど、その後じゃあこの人たち、バイデンさんを支えた人たちはどういうことをね、それまで、前まで何かやると思うんですよね。それね、おっしゃった通り、民主党がおそらく分裂するっていうか ね、うん、うね、今は民主党って言っても左派に乗っ取られてるわけですね、うん、はい、そういう意味で、ね、社会主義者みたいなね、共産主義者みたいな人がゴロゴロいますからね、今、うん、だからそれはね、自民党が、自民党じゃない、民主党がおそらく分裂する、うん、はい、可能性ありますよね、うん、はい、だから本来はね、まあ、民主党はまあリベラルで、共和党は、うん、保守って言いますかね、うん、という形でね、うん、本来の我々が何て言いますか、理解している保守と、リベラルっていう感じで、それなりにまあ見てても私の若い頃は面白かったです、うん、そうですよね、アメリカっていう中でのあれだったんだけど、そうそうそう、今全然違ってきますよね。 それはね、非常に重要なことで、うん、アメリカの理念と共和国、うん、共和国の理念、うんうん、それからアメリカ憲法の下での共和党と民主党だった、うん、ところがね、オバマ以降はね、うん、憲法否定に始めた、
あのオバマを含めてね、憲法否定に走ってて、うん、今は完全にそうでしょ。だから1776年の独立記念日を否定するわけですね、うんうん、で1619年黒人奴隷が連れてこられた、うん、あの年をもってね、うん、アメリカの建国だとかね、うん、めちゃくちゃなことを言い始めた。いやそれでも建国のいろんなワシントンだなっていうのをね、みんなここまで否定するのかっていうね、恐ろしい流れですよねこれ、そうですよね、うん、だからそういうのが全部よく、うん、なんていうか歴史の否定っていうかね、うん、根底から否定する、そうですね、クリティカル、うん、レイスフィオリーっていうんでしょ、はい、でこれを広めたのがオバマ大統領なんです、うん、そうなんですよね、まあ、そういうね、まあ、これはアメリカにいる伊藤川さんが言ったけど、オバマ政権、オバマさんが一番、2000人以上の大統領暗殺命を例を出した、歴代の大統領の中で一番ね、暗殺例を出した、2000人を超えるとヒラリーと一緒に毎週火曜日、うん、今週はこれにしようとかねやってたって、これまあ一応そういう話だってことは言えますけど、現実には本当にそういう表面上のなんか広島訪問したとかねなんかやってますけど、実態は全然違いますよね本当に、ね、だから例えばアラブの春が典型的でね、カダフィが暗殺指令出したのは、まあ、オバマと、うん、まあ、具体的にはクリントンが出したんですけど ね、はい、国務長官が、はい、そういうことをやってきてるんですよ、うん、だからやっぱりね、皆さんとも表面上、まあ、これ日本のメディアはそれしかやらないからなんでしょうけども、本当にロシアとか中国とかアメリカも含めてやっぱりもうちょっと冷静にっていうかね、原因とかなんかもう一回言いますけど、別に私たちというか、まあ、私も大使もね、親ロとかね、ロシアの手先じゃないんですよ、うん、親日の人間で、でもこういうふうに冷静にロシアもアメリカもいろんな見て、はい、日本のためにどうするかということを考えるべきだということを改めて言っておかなきゃいけないんですけど、そうですよね、はい、ところでそれともう一つはですね、やっぱりちょっと今、北京が終わりました、でやっぱり中国の動向っていうのはね、相当経済的にも今矛盾が激化してる、で経済成長率自分たちですら 4% って言わざるを得なくなってる、もう5を切ったら危険だって昔から言われたのに、インチキ発表もあるのにそれでも 4% って言ってるということはもっとひどいはずだと、マイナスなんですよね、はい、というふうに言われてますけど、それとやっぱり習近平の今年の秋までのね、党大会やいろんなところでのもう一回の週に連続政権を担うっていう、これは大使はそのどう見てますか、これね、ずっと三菱社長ともここで議論して、全部意見が一致したかどうか合わせましたけども、私はやっぱりね、今の習近平が持つかどうかはね、中国の国内情勢次第であって、それとのこの変数っていいますかね、ベクトルの問題であって、どっちが先に来るかと、習近平の方が生き延びるのかね、それとも秋ですね、今年の秋ですよね、共産党大会前に中国経済が、そういう意味ではね、崩壊という言い方はちょっと大げさですけども、なんて言いますか、もう日もそっちも行かなくなると、うん、どちらが早いかということなんじゃないかという気がして、うん、いや、そういう感じしますよね、やっぱり今相当いろんなところに現れているのは共生っていうか、共産主義青年団ですか、胡錦涛派というか、江沢民から、ああいう反習近平派がだいぶ力つけてるというね、いう話なんで、でもう一つ言うと、その今言った尖閣諸島台湾、これ習近平の政権危ないとまたそっちでねやるって、これバイデン、これともう改めて聞きますけど、私たちはバイデンというのは、実はバイデン政権はハンター・バイデンと同じようにね、やっぱり習近平グループとつながってるっていうね、叩いてはいるけれども、周りから言われるから金融制裁とかしてるけども、どっかでまだつながってると私なんか思ってるんですよ、つながってるんだと思いますよ、だからそれがね、今アメリカ国内でもね、バレつつあるわけですね、そうなんですよね、だからそれと、バイデン大統領の運命は同じであってね、私はバイデンさんは中間選挙まで持たないとずっと言ってるんですが、そうですよね、このままでバイデン大統領の下で民主党が中間選挙で勝てるはずがないわけですね、勝てるはずないですね、だからそれまでに何か起こるし、ひょっとしてればそのハンターさんのね、
そのいわゆるその汚職問題っていうのは、まあウクライナと中国ですね、典型的には。それが表に出てくると。あの今までもちょこっと出てるんですが、それをあのメインストリームメディアが無視して抑えてきたんだけれども、もうそろそろね抑えられなくなってきてんじゃないかという気はしてますよ。そうですね。それと、まあ、これはあの、まあ、いろいろ国会議員 の, あの筋から聞いてる、あの北朝鮮のミサイルはね、ロシアが助けてると。そうするといやだから私がいつも言うのに中ロはくっついてるわけじゃないよと、あの表面上は手握ってるように見えてもそうじゃなくて本当は仲悪いんだよというようなことを考えた時、あの北朝鮮も極めてね、あの危ないからあれ繰り返しミサイル実験やってる、つまりあれは別にアメリカ向けでも日本向けでもなくて中国向けに俺を消すならっていうね、そういうような状態になるとき、私は北朝鮮とかあの韓国とか、あの台湾ですね、やっぱりあるいは尖閣、こういうところが一挙にこうなんかね、あのまああの危なくなると何か できる出てくる可能性ある。いやそれはね、おっしゃる通りでね、要するに、ね、いわゆるなんて言いますかね、秩序が今もう、崩れたんですね。これはあのもうあの バイデンがあんな形でね、あの大統領になってからそうなったんで、あの世界の秩序がこあの崩れちゃったわけです。そうですね、だからまあ極論すれば何でもありだと思いますよ。何でもありの状況になっていると、そこを自覚しないとダメですね、政治家とかね、だから今まではね、北朝鮮は、あの要するにはっきりこういう言い方はね、あの語弊を招く危険もあるんですが、アメリカがコントロールしてたんですね。つまり表向きはそうじゃないですよ、アメリカと北朝鮮が対立してる、アメリカっていうか、まあ、あのネオコンっていうか CIA って言ってもいいんですが、北朝鮮をコントロールしてきたと。で北朝鮮は、ね、使える国だったんですね。だからあの例えば今の、リビアみたいなもんでね、あのいわゆるローグステーツなんですね、ならずの国家だから、いつでも暴発したような格好にしてね、何か彼らの目的を達成できると。それのだからその私はあの皮肉を込めて言っているんですが、いわゆるイスラム国の古典版みたいなもんですね。なるほど、イスラム国って今アラブのことですからね、あのこの過激派ね、でいつでもテロを起こすわけでしょ、北朝鮮も必要な時にテロを起こしてるわけですよね。そうですよ。あだってオサメ・ビンラディンだってあれは CIA 作ったね。そうです。そこからだんだんこう、ね、動きが別になってきただけですから、いや全部そういうのがかかってるんですよね。かかってるんです、でまあ、これ大使からお話聞いたのかな、あの各国の諜報機関の資金調達をね、あの北朝鮮で麻薬や覚醒剤や、いろいろマネロンとかね、だからそういう意味ではね、結構ね、表向きはともかく多くの国がね、北朝鮮のを利用してる。いやそうなんですよ、北朝鮮のおかげでね、彼らもいろいろ裏金を作ったりね、やってるわけです。というようなことで、 なぜ北朝鮮がああいう金もないはずなのにね、いろんなことやれたかっていうのは、そういうところの理由になりますよね。そうなんですよね。そこにね、まあ、残念ながら日本政府も、まあ、分かってて日本政府は言わないんだと、そう思いますけどね、希望的に。メディアがね、なぜ言わないのかと、まあ、言えないのかもしれないけど、だって GDP で言っても800分の1ぐらいでしょ、アメリカの。ものすごい小さい国ですからね。それがね、そんな国がアメリカに立てつけるはずがないし、対等に外交交渉なんてできるはずがないんですね。そうなんです。そういう基本的な疑問を、ね、誰も呈さない。そうなんですよ。北朝鮮の外交はしたたかだとかね、でとんでもないことですよ。ね、一つそういうその人たちに聞きたいんだけど、どうして金正恩は、あのスイスに留学してたんですかと、でこれに答えられないんですよ。そうなんですよね。あそこのスイスというのはどういう国かっていうのね、どういう国か一番分かるんですよね。世界の金融資本家が集まってる国ですからね。そうなんですよ。でまあ金正恩もそうだし、あの金一家とね、そうだからみんなああいうところでね、スイスにいるんですよ。なぜスイスにいるんですかということですよ。これにね、あの本当には答えてくれないと、北朝鮮という国のね、理解することにはならない。まあ、そういう意味で、あの皆さん、あの今日はね、生々しいというか、現在のね、ウクライナの話もしたんですけど、改めてちょっとこの本のことなんですけども、やっぱりあのちょっとこれこっちでいいのかな、そっちのカメラかな、あの目次をちょっとね見ていただくと、はい、こういうね、今本当にちょっとみんなが考えなきゃいけない
まあ、イデオロギーとしても理念としても考えなきゃいけない問題を私取り上げて正面からこのねいろんな形で、やっぱり破壊と復興ねというもう一つ前あった虚構と現実のもうこのキューバ危機から危険な国ロシアっていうね、うん、それから日本を全否定したカラン心というね、あのこれはカラン心ってあの元の長屋いろんなあの維新のねいろんな人たちが、はい、あの使ってる言葉なんですけども、あの本当にこういうことをカラン心と大和心ですこれ、はい、それでもう一つ言うとあの大使の中心になっているのはやっぱり他の国と全然違うのはやっぱり皇室があるって そうです そのことをね大和心の中心な、ね、あのあれですよねこれ。だから先ほどおっしゃったように、うん、皇統を守るということなんですね、はい、あの皇室問題というよりも皇統を守るで、はい、それがやっぱり大和心の、ねはい、中心というか、はい、日本という国の中心なわけですね、うん、軸、うん、そうですね、だからねもう星野なんとかそこに尽きるわけですけどね、それ見ると本物かどうかっていうのはちょっと分かりますよね、分かると思います、はい、あのもう一回言いますと皇室はもちろん皇室なんですけども本当の問題は皇統というのをきちんと2000年以上続いたこれを我々が守りきれるかということで、あの126代の天皇の中にはいろんな方がまあ人格的に意味でもいらっしゃるけれども、一番大事なのはその皇統というのをきちんと私たちの先祖がずっと守り続けてきたと。そうですね。そして今現在に至っているわけで、まあまあこれちょっと大使もお話聞きたいんだけど、私は今孔子殿下のご一家のあだこだとかね、うん、あのめちゃくちゃなメディアの報道でね国民があの、まあ、はっきり言うとあだこだね、うん、いい悪いとかいうのはやっぱりちょっと控えるべきだと、まあ、うちの中で噂話をね、うん、するのはいいかもわからないけど惑わされないでもらいたいと改めてちょっと言いたいと思いますけど。そうですね、あの大使からもちょっと、はい、いやもう全く、うん、あのおっしゃる通りでね、皇統の問題っていうのはそれこそ2700年近く、うんはい、あの一度もぶれることなくね、うん、続いてきた問題であって、はい、それから今議論されているね、うん、あれは皇室をどう安定させるかって言ってね、うん、それは女系いわゆる女系とんでもいいわけですよ、うん、皇室っていう、そうなるとね、形だけは残るわけですね、はい、あのでもそれじゃないんですよポイントはね、うんはい、あの男系男子による皇統を守る、はい、ということですからね、はい、そうすると当然今のね秋篠宮、はいに少なくとも悠仁親王殿下まだ決まってるわけですから、うん、皇室典範上、はい、だからあのそれに加えて例えば今度のあれ、はい、報告書にもね、はい、ありますように、うん、あの養子とか、ね、養子とか、はい、要するに旧宮家の復帰ということですね。そうですね、これまで一応文言に初めて載りましたからね、そうなんです。ですからそれによって本当の意味でね、はい、皇統の安泰ということなんです、はいはい、皇室の安泰じゃなくて皇統の安泰ことですね。ここをメディアはごっちゃにしてね、うんとにかく皇室が危ないんだとか、はい、皇室を守られた、うん、ということで騙されないようにしなきゃいけないということですね、はい、そこは大変一番大事な点だということで大使からもご指摘を受けましたけども、そういうことでございます、まあ、いろんな状況が変わってきます。あのロシア、全部つながってますね今、もうアメリカから日本、はい、東アジア、中東またいろいろありますもんね。中あのおそらくねこれからね、はい、ウクライナでいろいろあるのとね、はい、の並行して中東で起こると思います。そうですね、イランとあの辺のあたりとかね、はいはい、というようなことでございます。またあの次回大使ともこの話をまた続けさせてもらいたいと思います。今日はどうもありがとうございました。どうも失礼いたしました。